はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画728回目は2014年発売バイスクルーポーカードックス V2 です。こちらの方 V1 の方が1000個限定で、裏面は違った感じになっている感じで、こちらもまあこれもちょっとレアになってきています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルーポーカードックス V2、 横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、反対側がザ・ユナイテッド・ステイツ・プレインカード・カンパニー、裏面はデザインのみ、クローチャーシールは肉球が犬のものになってるみたいですね。で、色が赤と緑になっていて、バック面の違いはほんのりちょっとこのベースの色も違うんですね。で、この部分が犬になって上下対称になっています。で、下面がコレクタブルプレインカードのロゴマーク、2023年とありますが2024年発売 USPCC のアラガー系外製で、デザインドバイジョニーワームで、コレクタブルの URL とリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。一面は真っ白。バック付きでコレクタブルプリンカーのロゴマークのカード、もう1枚がダブルバック。ベース色はやっぱりね、ボーダーの分までオフホワイトになっている感じで、ボーダーは細めです。それでは表面いきます。はい、まんま猫が犬になっている感じですね。完全にこれは犬種も違いますね。しっかりわかります。ここ以外は数字部分は完全にマーク同じですね。絵札のカードは犬になっている感じで、まあ飲み物持っていたりサングラスがあったりとか、まあ、猫の時もそうなんですけど、結構バラエティに富んだデザインになってますよね。やっぱり数字部分は同じですね。ダイヤの絵札、クラブの絵札、でハートの絵札。ハートのエース。2021年のスタンダード54枚と2021年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は特にね、反り的なものはあんまりないんですが、全体的にちょっと固めですね。キャットの時は全体が柔らかめだったので、ちょっと品質は違いますね。はい、あ、浮きも少ない。でもパッと取れる反りはあるみたいです。ではファルを入れてみます。入っていかないので表側から、はい、スッと入っていくので5段カット仕様ですね。まあバック面はね、こう中身見なくてもこのバックのデザインと中の絵札とかジョーカーの分が犬になっているっていう感じの違いのみですね。はい、バイスクルポーカードックス V2 を開封しました。というわけで、前回とね、バック面と中身の犬と猫の部分が違っているという感じですね。こちらの方もね、 V2 の方もあんまりね、日本でもそんなに売っているところも少ないし、あとそろそろレアレコになっていってるんじゃないかなと思います。というわけでジャンル分けします。2021年のスタンダードと同じ厚みなので普通、モダンカット仕様の高品質、
コレクタブルプレインカードジョニーワームデザイン USBCC のメーカーコラボ、犬がポーカーしているデザインのコンセプトデザインで、まあレアレッグと言ってもいいんじゃないかなと思います。こちらも数量は限定されていません。バイスクルポーカードックス V2 でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。